はい、水口です。深夜に撮影してますけど、明日から北海道なんで、実は夜先取りして撮ってます。今夜はね、すごい涼しくて、16度。僕の部屋にはこのセンサーがあって、これ見えるかな、これね、ほら、こうですね。左が外の気温で、右が、こっち側ね、室内の気温、16度かな。すごく涼しくなりましたね。ただ今日の昼間の暑かったことね、フェーン現象だと思うんですけど、33、34ぐらいありましたね、八王子で。だから都内はもっと暑かったと思うんですけど、今日仕事だった人も多かったと思うんですけど、大変だったのかなと。で、そんな暑い日に、ダウンベストが届きまして、ね、夜中涼しいけど、昼間のあの暑さは異常でしたね。台風後の暑さでしょうがないですけど、一斉に発送してすごい件数でしたけどね。で、第1弾が気持ちが早い人というか、もう早く準備したい人のために入荷して、またもっと秋深まる晩秋初冬のあたりに第2弾がまた来るので、第一弾早めに手に入れたいっていう人は急いだ方がいいし、こうレンジ持ってですね、急いだ方がいいし、まあ冬になって寒くなってからでもいいなと思ってる人はそれでも大丈夫かなと。ただ確約はできないので、ダウンがすぐはできないですよ。注文してから3ヶ月ぐらいかかるんですね、工場に。また再生産してくださいというふうに3ヶ月待つことになるので、どうしても手に入れたいなと思っている人は買っておいてください。でね、今日はね、カメラの続報です。前回 Z7 ね、Z7 のこのカメラ出すときにこのカバンをねかけてしまうこの癖安全のために僕がね身につけてる動作ですけど、かける必要ないですよね、よく考えたらね。部屋の中でかけちゃいますね、つい。 Z7 ファームアップでこのサブセレクター押し込み、中央押しで、センターに移動しないからファームアップでみたいな話があったんですけど、もともとありました。もうたくさんの人が教えてくれて、ほら戻るでしょね、ピュッと戻るとこういうことですね。で、何も知らないなみたいなことを言ってくださる方、教えてくださる方多数、優しく教えてくれる方が多かったですかね。ちょっと赤い服着てるから、この赤い、この説明するには不向きな服を着てますね、僕は。こうですね、こう合ってるのかな、顔隠せばいいのかなね。こう中央紙でこのサブセレクター、グリ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 こう動かして中央して戻るとね、よかったなと。
まあ、優しい方がね視聴者多くてどうでもいいんだ。で、そのね設定の方法、あこれですね、メニューどうやって見せるかな、こうがいいかな、お見やすいんじゃないですか、メニューを押すとこう出てくるっすよ、変えちゃったね、いやいやいや、メニューでこうか、で操作ですね、この操作 OK ボタン、そうするとカスタムボタンの機能っていうのがあるんです。ここを選択すると、こっかな、ここですね、これがセレクターの設定なんですけど、これねサブセレクター、フォーカスポイント選択、うん、で、あ、こっちですね、ここサブセレクター中央を押すとどうするか、フォーカスポイント中央リセットに僕してますよね、これで、まあ、教えてもらったんですけどね、偉そうに言ってますけど、これにするとさっきの動作ができると。ちなみに悩んだのがオートフォーカスオンもできるんですよ、 AF オン、うん、これ AF オンにするとどうなるかっていうと、まあ今 AFC ですけど、ピンと合ってますかね、ピンと合ってないね、合ってんのかな、ね、こうやっていって押すとおピントが合うと。この機能もね悩ましいんですよ。でこれを使ってる方がコメントいただいて、非常に便利だと。確かに便利ですね。要はこうやってピントが合わせられるんですね。なんで便利かっていうと、まあ親指 AF をやってる人は、まあ、これで選択して手をずらしてここでオートフォーカスを合わせると、オートフォーカスをオンすると。でもこのセレクターをこういじってその指を移動しないままオートフォーカスが合わせられる、これ便利ですよね。悩ましいです。でも中央リセットもしたいんですよ。だからこれ例えばですよ、できるできないは別にして、このカスタムボタンの機能でサブセレクター押すと AF オンで、ダブルクリックで中央リセット、うん、ができたら最高ですね。ダブルクリックってこう設定できるのかな、まあ、素早くダブルクリックカチカチっと、うん、できると思うんですよね。これをなんでその操作をなんでできないかなと思ったかというと、ドローンの本体側のドローン、あードローンあるなね、ドローンの、これ僕が使ってるドローンですけど、ドローンの本体側のボタンってバッテリーがついてないとボタンがないっていうことですね。ね、バッテリーにこうボタンが、これ、ね、ボタンがついてるんですよ。ね、これが唯一この DJI のスパークのボタンになるんですけど、この操作はいろんなね機能があるんですけど、まず電源を入れるときはちょんとして長押しなんですよ。これで電源が入る。
ね、これで起動しました。で電源が入ったと入ってからどうだったかな、1回押し2回素早く押す、要はダブル、ん？ダブルクリックだったかな、違います、長押しの具合で違うのか、長押しの具合でビープ音が1回2回3回、これで1回した時と2回した時と3回した時した時、それで設定が変えられるんですね。ちなみにもう1回これ、電源を切るときはクリックして長押しですね。これで電源が切れるんですよ。ただボタンで、ボタンが1個の場合、長押しとかダブルクリック、トリプルクリックで設定ができたら便利ですね。もしかしてできる？これまたできたら怒られるね。ね。いわダブルクリックで、そんなことはもうどうでもいいです、そういう人たちはね、ダブルクリックでトリプルクリックでっていう設定があるといいなと。あとは間違えてたのでそれを訂正したかったんです。間違えてたら、あ、僕が間違えたんで教えてもらいましたって言うんで教えてくださいね。で、あとね、モンゴルの最終話は北海道から帰ってきてから編集して公開するんで、しばらくお待ちください。第7話を今アップしたばっかりなんで、そちらを見て第8話最終話を楽しみにしていてくれたらいいかなと。あと物が結構ちょこちょこ冒険用品からは出るんで、そちらもよろしくお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。Thank you.